ロフラもずっと続いてるからすごいよね。ね、うん、すごいね。正直ホログラ始まるってなった時にどう思ってた？すぐ終わると思ってた？え？本当に分かんないけど、これどこまで話広げ、でも最初につまる撮ったんがさ、うん、あの山田ハーマイオニーとかでさ、あ、山田ハーマイオニーの回知ってる？どんなやつ？なんかアクアが、うん、窓バーンってなんかアクアが記憶喪失になって、あー見たかも。なんか山田ハーマイオニーですって言って、はい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 、でなんかこう使われるっていう話だったんだけど、うん、最初にそれ撮った時になんか多分それだったらなんかどうなっちゃうんだろうっていう漠然とした不安があった。まあ、それは分からなくもないな。こんだけ続いてるってことはまあ大成功という感じでね。そうですね、うん、すごいな。ホログラムもだいぶ長いからな。長いよね。結構前に100回達成してたからね。ミオシャが一番最初にさ記憶あるホログラって何？いやマジでうん、もう分かんなくて消されてるじゃんホログラってちょいちょい、うん、えらしいよな、うん、公式のさチャンネルからさホログラ過去のホログラどんどん消されてんだけどさ、うん、でうちが多分一番最初に出たのっておそらく七夕会だったと思うんだよな。なんだっけそれ。なんかなんだっけ、織姫と彦星が出会うためにふんさんが彦星だったやった。そうなんかアクアがなんか私が犠牲になるみたいなやつでツインテールで撮ってるやつだ、はいはい、アクアがそう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 、ゴミが彦だったやつだような気もしなくもない。そうだそうだような違ったかもしれない。でも確かに、うん、あったなそんなの。懐かしい。懐かしいね。懐かしいね。言われればやっぱちゃんと思い出せるわ。ホログラ。